はい、ドーン。さあやっていきましょうか。斉藤匠登場ということなので、お前もちょっとは仕事しろよ。でこれ開けた瞬間にゾンビが、いるんじゃないですかね。あ、どうもパート14です。さあやっていきましょうか。行くか。まあ、前回まで何が起こってたのか、どっから持ってきたの、どっから持って、めっちゃゾンちゃんたちいる。あ、なるほど。え、あ、耐久レース的なやつでございますか。あ、てっきりまたなんかやるのかと思ったけど、都合いいのね。荷物積み終わった瞬間から、アイテム回収、アイテム回収。ん？何これ？もう手加減知らない、手加減。めっちゃ入ってきてる、めっちゃ入ってきてる。足プルプル、めっちゃ入ってきてる。やばい。弾切れてる。あ、そうだ、デュアルマガジンにしたんだから、デュアルマガジン入れればよかった。デュアルって違うって。だからバカ。想定してどうする。もういる。ほい。あ、なんかゾンビの耐久力自体はないけど、めっちゃ来てる。ほい。ちょっと落ち着きましょう。でれん。お、倍になってんじゃん。いいね。ということで、今何が起こっているかというと、ジルが、相変わらずの二日酔いで大変な状況になっているということなので、とりあえずですね、ちょっと後半に備えて、ジルは、とりあえず今ですね、ヘパリーゼを飲んでるんですよ。なので、そのヘパリーゼで二日酔いから回復するまでの間ですね、こうやって時間を稼いでるわけなんですよ。ところがですね、ジルの飲み友達のですね、ちょっと柄の悪い連中がですね、こうやって集まってきたがゆえに、今、その相手を、回復するまで代わりにカルロスちゃんがやってくれているという、そんな状況ですね。前提として言っときます。今日もシラフです。今日もシラフなんですけど、まあ相変わらずの思考彼はバグっているということなので、まあただどっかのですね、赤い甲で、こう、赤い、こら、おかるるセンスが入ってきた。入ってくる前に始末するよ。ところでこれさ、いつまでこう続くんだろうね。とりあえず、いつまで続くんだろうね。うっち。1体の時はちょっとこう、外しまくり。おお、いいね。これっていうか、あれですよね、弾はまあ十分あるからいいんだけど、これ全然遅いじゃん。え、めっちゃ、え、嘘、暗くなった。マジかよ。あ、明るい。やばい、近い。待って、そんなの聞いてない。ちょっと待って、こいつ嫌い。こいつ嫌いだから、とりあえずバーンで、おいしょ、ほんでドーン。オッケー、一発。ブレーカーをどっか探せって、これ空いたからブレーカーここら辺。あ、サイドバック。よし、グリーンハーブで、お、なんかめっちゃ、あ、ご褒美プレイ。なんか落ちてきたよ。で、立ち上がらないで。あー、ちょっと待って、とりあえずバーン、あ、違う、なんか間違えた気がする、ちょっと待って、ゾンビ、お前、こら、ジロまだ二日酔いなんです、オッケー、さあ、あー、めっちゃ散らかしてるよ、もう、これ酔っ払いって何するか分かんないからやばいよね、ほんと。ただこうなんかこう奇跡的にまだノーダメージっていうのは素晴らしいんだけど、だけど、おやすみなさい。めっちゃ来てる、もう少しだ、もうちょ、近い。そして後ろでなんか覚醒が起こっている、遠い位置からハンドガンで、おやすみ、いつまで寝てんの、お前も。抜け上がってきたよ。こいつでベレ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 、しびれよ。あ、効く、いいね、電気マッチャージっていう感じだと思うんですけど、なんか全く立ってめっちゃ食いてきてない。お、結構、まだ生きてんのかい。ほい、よし。ほい。おお、近い、油断禁物、雨あられってやつですか。ああ、怖
わあ、もう、もう、あ、ちょっと待って、ストップ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 、こっち嫌い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 、ちょ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 、落ち着こう、回復をして、ダダ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 ダベレ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 、効く、腰に効く、効く効く効く、よしよしよし、オッケー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 、あ、なんか外でまだうごめいてる奴らがいるんですけど、まあそこら辺は一旦は大丈夫という感じですかね。よし、オッケーオッケーオッケー、あー、ダメージは一発食らったけど、まだなんかいるよ、なんかいるよ、ウェーウェー、もう後は入ってこれないお前一人だけだ、さあ煮るなり焼くなりしてやろうではないか、全然当たんねえ、全然当たんねえ、あとはこいつら、こいつら、ら、まだ誰かいるの、まだ誰か、こいつ、こいつだけな気がするけど、そして全然当たんねえ、全然、あたた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 た、よし、オッケー、これどこかな、 C から R かな、なんてこともなかった気がする、めっちゃ入ってくんじゃん、とりあえずおやすみ、おやすみ、何を言ったの、とりあえず爆弾を使ってなんとか入り口を塞げるかな、その爆弾はどこなのよ、ああ、さっき拾ったあれか、あれ拾ったの、え、なんかどこか仕掛けるとこでもあんの、どこか仕掛けるところでもあんの、ちゅ、ちゅ、ここ、あ、これだ、これだ、これだ、オッケー、仕掛けた、爆発まで耐える、耐えましょう、耐えるなら泣くまで泣こう、耐える、耐えれる、 T、近づいてくんじゃない、なんか覚醒してるやつがいる、とりあえずボーン、とりあえずボーン、意味なかったかもしれない、おしおしおし、お尻お尻お尻、よし、オッケー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 、あと3秒、2秒、1秒、0秒、うわ、爆発するから逃げろ、よい、あー、都合のいい設計になってますね、都合のいい設計ですね、カーロス、You alright? あー、無事、あれ？ Not even close. But at least だが、とにかく終わった、 I'm coming back. 今から戻る、あー、自動で持ってくる、親切設計、ああ、自分の音楽、ワクチンが、ああ、ずいぶんヘパリーゼが効いたみたいな、よかったよかった、やることがある、ホーシティーズアバウトビーマイクロウェーブ、めっちゃプルンプルンしてる、めっちゃプルンプルンしてる、男でもプルンプルンするんだ、キムが座ってる、そういう問題、そういう話なの、なんかもうちょっと気が狂ってるっていう方向の話じゃないのかな、まあいいや、また FPS に戻るの？誰もいない。T もいない。よっ！おぉ。Thank God you're okay. よかった、無事か。無事ですよ。I've got good news. いい知らせだ。すべて終わった。街は安全だ。The city's safe. じゃあ、いつもと違う、どうになるのかな？今度はお前が飲みすぎかよ。うわ、顔色が悪くなってる、完全に酔っ払いの現象が出てる、酔っ払ったら何をしても許されるというね、セクハラもパワハラもし放題、シュウイチを見てくれシュウ、他に方法はない、ネメシス第二形態登場、あ、今回ゆっくり起きるのね、なんかね、自分がゾンビになった時にみたいなこと言ってたのに、他人事だからまあいいかって感じ、ジルも冷たいね、
あ、服の上からお注射したところ。市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物病原体を根絶します。誰一人生き残れません。 October 1st? 嘘でしょ、そんなに経ってるの。丸一日寝てた感じになるもんね。うわ懐かしい。ジル、どんなアイテム持ってんだっけ。マインスローはめっちゃある。お、ショッケン。まあ一区切りついたんでね。なんだ、ハンドガンダブった。どうしようかな、ハンドガンダブったな。ちょっとだけ覗いてみる。お、なんか目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない。カルロスが助けた。T めっちゃいいやつ。あんたここまで運んで直した大したやつ。全部手柄 T。まあまあ T じゃねえや。カルロスな。カルロスは間違いないんだけど、地下施設はそこに町を救えるワクチンが備蓄されている。距離が遠すぎる。私も行くわ。待って、ポスト見ただろ。この町は爆破されちまう。スカイハイ。これをスルスルするためにある。万能。いいやつな上に万能。すごいやつ。ああ、いい顔。このジルの顔、いい顔。とりあえず、やれやれ、何を言っても必要にないな。なんか残ってない？なんか上からさ、落ちてきたじゃん。ここは何もないのかな？カルロスからの連絡も途絶えた。ああ、もうじゃあ、そういうことだよな。まあ、区切りもいいところで、になったかと思いますので、一旦はじゃあ今日はここまでにしましょう。まあ、中途半端なんですけどね。多分、なんか中庭にアイテムが1個落ちてたじゃないですか。アイテム1個なのかな？落ちてたと思うんですけど、それをまあ取りに行って、次のステージに進んでいきたいと思います。まあ、もし進展がなかったらね、そこの部分はカットするなり、飛ばすなりして、ちょっとダイジェスト的なのでお送りしようかなと思うんですけど、まあ、それがもし、ストーリー的に撮ってて、重要なポイントとかがあれば、またそこはそこでお取り、上じゃなくて、お伝えじゃなくてお見せしようかというふうに思います。普段、いろいろこう、心理学的に伝える話とかをしてるんでね、なんかお伝えとかってわけのわかんないこと言っちゃいましたけど、はい。ということで、うろうろしてますけど、はい。ということで、本日の動画は以上とさせてもらいます。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。